心配すんじゃねえ。戦えよ。なんなんだよ。なんで、なんでずっと後ろにいたやつの背中を追うようになっちまった。クソ雑魚のてめえが力をつけてオールマイトに認められて強くなってんのに、なのになんで、なんで俺は、俺はオールマイトを終わらせちまってんだ。俺が強くてヴィランにさらわれなんかしやげりゃあんなことになってなかった。オールマイトが秘密にしようとしてた。誰にも言えなかった。考えねえようにしててもふとした瞬間湧いてきやがる。どうすりゃいいか分かってたよ。ずっと抱え込んで、僕なんかよりずっと悩んでたんだ。考えてたんだ。この戦いに意味なんかないかもしれない。勝ちにも負けにも意味はないのかもしれない。それでも僕はやらなきゃって思った。かっちゃんのこの気持ちを今受けられるのは僕しかいないんだから。ちょうどいい。シュートスタイルが君に通用するかどうか、やるなら全力だ。サンドバッグになるつもりはないぞ、かっちゃん。